江川三郎八は、日本の建築技師。岡山県庁在勤当時に、国重要文化財の旧宣教尋常、小学校校舎や静谷学校資料館などを手掛けた。江川式建築とされる、木造大型施設は高く評価され、国重要文化財として保管されている建物が多い。福島県藍津若松の出身、藍津藩市、江川宗野市に友の三男。 旧大区の修行をした後に、1887年、福島県の建築技師となり、橋梁工事を担当。その後、1887年に、山口藩六、1898年に、妻家頼り中の指導を受ける。1901年には、来る正道から、学校建築の指導を受けた。福島県で15年勤務した後に、1902年より、岡山県に転任した。 当時、岡山県庁内の唯一の建築技師であったので、県議会議児童や筑母国役所、総社警察署などの数多くの公共施設の設計や工事監督を担った。岡山県下の教育施設や医療施設の建築にも携わった。64歳で、県職員を依願退職後は、根高教団本部の嘱託技師となり、火災で消失した本部の再建に尽力した。 また天馬や旧本館などの商業施設や個人住宅の設計もいったとされる。岡山県内の1902年昭和初期に建設された洋風木造建築物には際立った共通性が見られる。外観デザインはアメリカ風スティックススタイルで正面から見ると左右対称のルネッサンス形式。このような建築に関与したのが江川三郎八とされる。 西洋風建築の特徴を生かした学校や公的施設を次々と設計し高く評価された。江川が手掛けた建物は他にも残っているとみられるが、繊細などで資料が失われ不明な点も多いとされる。これらの特徴を備えた建築物は江川式建築と呼ばれる。レンガつまたは石積みの布基礎を使用している。基礎に、 アーチ状の通気口を設置し、芋の製の込み入ったデザインの格子がはめ込まれている。業部は、メイタツギの縦はめ板張りとしその上に、下見板張りを施行している。板張りの外壁に、筋開風の装飾を置くハーフチンバーなども、特徴的、中世英国の建築様式に影響を受けた外観が特徴とされる。1から2階の間の外壁には、銅蛇腹を配置している。 の天井が張ってありの下には、仏教的デザインの運慶ないし、アーチ型の持ち送りを設置している。マンサード屋根、または寄せ胸形式で和瓦が使用される。屋根窓や胸飾りを設置。胸飾りには、五輪塔をモチーフにデザインしたものを使用した。玄関口は、建物中央に置き、凝ったアーチ状の装飾を天井から柱に設置した。愛の字。 または、この字型の左右対称の平面構造の建築物が多い。八角形の遊戯室を採用した幼稚園もある。腰壁は縦ハメ板の合い決まり、継ぎ目の独特な構造。天井は角天井や二重折り上げ角天井などを採用した。旧大工の修行をしていた影響で、柱や梁の継ぎ手、仕口、木材の性質にも精通し伝統的工法を、 習得していた。また、中央省庁の建築講習会にも参加して、洋風建築についても学び、自身でも模型作成や積載付加試験を行うなど、力学的知見も深めた。江川式の構造は、和洋ミックスした小屋組と軸組工法とされる。ありがとうございます。